イタリアで言うとやっぱり日本人の名前いきます。岡本選手、岡本はですね、ちょっと間抜けなんですが、ガチョウバイクってことになっちゃいます。で、マル選手、マルとマル、二つありまして、一個海、もう一個調子悪いってことなんですけど、まあ、この名前との戦いですね。戸郷選手、戸郷ですね。これかっこいいですよ。勇敢聡明。これ僕好きです。で、阪神、金本さんがですね、これもちょっと犬バイクで、モートってバイクってことですね。で、マルテさん、これ僕かっこいいですよ。火星ですね。なんかめっちゃ強そうですね、やっぱり。で、オバータさんがサボテンみたいなやつのことで、ババアさん、これ僕好きです。これ、めっちゃ美味しいんですよ。カップケーキがあるんですよね。で、小野さん、大野で、カープ、菊池選手、菊池ですね。裁縫が好きなんです。やっぱり、器用なんですよ、菊池選手。で、クローダ、200勝投手は違いますね。険しい、完璧、かっこいいですね。で、野村、これ会話ですね、多分。壁を張れってことになってますね。で、大瀬良選手、大瀬良、ホームラン打たれたんでしょうかね。で、佐野選手、佐野、これ健康ですね。これいいことですね、やっぱり選手として。三浦選手、僕これ好きですよ。かっこいいですよ。ランボルギーニ三浦。イタリアの車なんで、やっぱりイタリア人自己紹介で、おーってなりますね。で、久保選手、久保、立方体ですね。自己紹介で、私は立方体です。いや、お前人間だろ、つって。まあ、自己紹介としてはバッチリですね。平田選手、イタリア語って H 読みません。なので、イラータになるんですが、怒ったぞ、ということで、まあ、選手として相手に立ち向かう姿勢はバッチリですね。で、大野選手、大野ですね。イタリア語のこと詳しくなりたい人、プロフィール来てください。